皆さん、こんばんは。ハリウッドスターを目指す男、アレックスです。チャンネル登録者、52名様、本当に皆さんいつもありがとうございます。今日はですね、新たな挑戦の発表をしていきたいと思うんですけど、これは多分 YouTube では上げてないですかね。おそらくブログには書いたんですけど、これからやっぱ少子高齢化になっていく中で、やっぱりどうしてもこう、まあ僕はですね、こうグローバルに展開して、やっぱ海外のファンっていうのをこう集めたいというか、海外のファンもこう、まあ、増えたらいいなっていう、海外のファンもというか日本のファンももういるかのような言い方ですね、すいません。海外でやっぱり女の子にもモテたいので、やっぱりこうどうやって増やしていくのかって考えた時に、ブログで書いたのがですね、非言語の武器を作る、これなんですよね。これっていうのは、去年ですね、アメリカロサンゼルスにハリウッドの方に行った時にですね、こうダンサーがこういたんですよ。ダンサーが何も言葉を発さずに、アジアの観光客であったり南米系とかいろんなファンを集めていたんですよね。そこでこれやと思ったのがですね、非言語、例えばダンス、マジック、例えば絵とかっていうのは言葉を発さずにもうなんていうかファンを作れるじゃないですか。なんでそこで考えたのはですね、絵ですね。で今日はですね、僕の頭の中を絵にしたんですけど、これちょっと見てもらえますか。これはですね、アイディアの数なんですけど、多分パッと見ですね、もう全く意味が分かんないと思います。意味が分かんないの、それでいいと思ってて、これがですね、アイディアの数なんですけど、ブワーってこうありますよね。でよーく見るとですね、3本だけこう上にこう上がっていってるんですよ。あ、これあんま先に言うと頭の中です。僕の脳の中なんですけど、3本だけブワーっていって頭の中にアイデアがブワーってこう拡散してるみたいな。でこれもですね、いろんなこう色であったり形であったり、まあいろいろあるんですけど、やっぱり今理解されないアイデアであっても、将来的にはもしかしたら何か生きるんじゃないかっていうのをテーマにしてやってます。これですね。でこの光がですね、無限大の可能性を表してるんですけど、まあ、よく見たら太陽にも見えると思うんですよね。こうやってアイディアっていうのが将来的にこうずっとこう持ち続けることによって、こうブワーってこう上がっていって、そこからブワーってこう拡散していく。今はもしかしたら生きないアイディアであっても、こうコツ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 自分の中でこう蓄積させて貯めていって、保管して何か形にすることによって、やっぱ YouTube もブログもその一つなんですけど、やっぱり今しかない挑戦とか失敗とか、今しか感じられないものってめちゃくちゃ貴重だと思ってるんですよね、僕は。だからそういったものがこうやって、まあ、今はですね、生きなくてもバッてこう自分の中でこう残っていって、こんな感じで全く意味がわからないものとして今は残っていても、将来的にもしかしたらバッて光るんじゃないか。これがですね、まあ、まさに僕に足りない忍耐力とかそういったものなんですけど、やっぱこうハリウッドスターを目指していく中で、こう僕のやり方っていうのはですね、まあ、これも深く話すとめちゃくちゃ長くなるんで、また絵にして説明できたらなと思うんですけど、こう今例えばビギナーズラックって実はいらなくて、例えばこうハリウッド映画の監督からよっしゃエキストラでなんか出れるかと、で例えば連絡が来たとします。それでもし出たとして君面白いねってなったとしても、一発屋になる可能性がめちゃくちゃ高い。なぜかというとですね、今僕の発信しているものっていうのは、時間をかければかけるほどかなり希少価値のあるものになっていくっていうのを僕は予想してます。例えばこの人生のこの発信、例えばホームレスフリーター、例えば外資系企業のプルデンシャルからホームレスフリーターになって、そこから90分ご縁英会話のご縁をつないで渡米してドバイに行って今日本に帰ってきてるって、このストーリーって誰にももうすでに真似できないと思うんですけど、もっともっと、で僕は今28歳29歳30歳31歳32歳になっていく中で、もっと面白い展開がこれから間違いなく広がっていくと思うんです。やっぱそういったものがあった状態で世に出ていかないと、多分今の僕のこのなんていうか、今の僕のやってることっていうのはまだ誰かにコピーされる可能性がある。
こういったものっていうのは必ず AI とかそういったものに僕は全部、持ってかれちゃうと、思っているので、まさに今ですね、こうコツ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 ハリウッド映画の脚本となるようなネタっていうのをコツ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 自分の中で貯めていって保管しておく。それは今だと全然理解されないものなのかもしれないんですけど、今後ですね、何かの種がですねパッてこう咲いてですね、こうやって可能性がブワーって広がって、全部のストーリーがグワーってつながってからがハリウッドスターになる一番のですね、こう、ベストタイミングというか、そういったものなんじゃないかなと、思ってます。今日はですね、多分初めてハリウッドスターになるそういった人物像っていうのを一部だけ切り取ってお話ししたんで、お前何言ってんだって多分思ってる方めちゃくちゃ多いと思うんですけど、これからですね、すみません携帯が落ちました、さらにですね深掘りして、どういったハリウッドスター像を目指しているのかっていうのを皆さんとですねぜひシェアできたらなと、思ってます。よく言われるのが俳優になるのとか、こう、エキストラとして出るのとか、そういった例えばオーディションなんで受けないのとかって結構言われるんですけど、僕が狙ってるのってそこじゃなくて今僕のこのキャラっていうのは必ず誰かにコピーされる役だと思ってます。もしかしたらホームレス役のエキストラがハリウッド映画監督からオファーが来るかもしれないんですけど、まだネタとしては甘いと、まだ世に出しちゃいけないと思ってるんで、今ですね、ガマステイです。ビーナーズラックはいらない。やっぱりこう10年後、20年後、30年後、ずーっとやっぱりですね、こうラブ&ピースっていうのでこう皆さんとつながって、そこでですね、もう本当にこう、なんていうか、一発屋にならない、何かこう、僕だからこそ何かある、そういったものにこだわって、これからも発信していきたいと思いますんで、皆さん、今後ともよろしくお願いします。以上ですね、ハリウッドスターを目指す男、アレクサがお送りしました。それでは皆さん、失礼します。最後にもう一度これですね。もしですね、インスタをご覧の方だともしかしたらご存知かもしれないんですけど、インスタでですね、僕が毎日こうやって絵を描いて発信してますんで、ぜひそちらももしお時間があれば見ていただけたら嬉しく思います。それでは失礼します。